イザベルの居場所、それは間違いなくロザベルが知っているはず。イザベルを助けに行こうとしてて、ロザベルがあのアジャコングみたいな、いくつもの山を越え、危険な樹海に出ていかなければならない。右の絵は誰だ、気になってるから。今回の移動はとても順調だった。まるで彼らが無事に戻れるように森が手助けをしているようだったのさ。ロザベルがあの黒かったか。そして油断しているロザベルを捕らえようと、3人は石化した樹木の上のバルコニーに降り立った。油断しているやつを捕らえるけど逃げた。ここやで、ここ危ない危ない、キャラじゃない。え、ああそういえばここに、あ死んだ。どうやって上に作るんだっけ、変われば。どうやって行くのこれ。おう、戻って上に一人しかいない。どうやってやるんだっけ。A ボタン、危ない、やべえな、どうしよう。どうやって取らんのこれ、つかねえんだけど。爆弾これどうやって上にロープ打つんだっけ。これかな。なんでだ、予定深さして普通に飛び降りたらいいんじゃねえ。爆弾やってみようか、爆弾ジャンプしながらできるのかな。どうやってロープ上に打つんだっけ。もうそこからなんだけど。お、壊せた壊せた壊せたでー。あ、すぐだ、落ちると同時ぐらいでいいよ。じゃあ、だから、いや、触るんだよ。宝箱開けるよ、うん。ロープを上に打つ方法すら覚えてないんだけど。ロザベルの嘆き。触るんだよ、触る。何を ?RZ ボタンでいいんじゃない。あ、ZR。RZ。これか。あ、これか。なるほどね。もうそれすら忘れてるっていう。久しぶりすぎて。うん。ここにも宝箱あるで。絵を見つけた。プラス。あ、こっちが？これおばさんじゃない。おばちゃん。どうした？早く戻ってこいよ。よし、出る出る。なんだか悲しいわね。二人とも幸せそうに見える。なんか絵がある。絵の裏に何かあるぞ、見ろ。あれ、二人ともこうへん、どこ行ったやろ。戻ってきた。普通にどけるだけでいいんだよ、これ。難関。よし、邪魔だ、おめえは。おお、すげえ、飛び込め。一人飛び込めてない。止まってしまった。お留守番だ。イザベル姫。お助けに参りましたぞ。イザベル姫だって。イザベル姫だ。こっちがイザベルか。マッチョマンの方がロザベル。木に寄っかかってるだけじゃん。三人はイザベルを起こそうと呼びかけたけれど、彼女は死んだように眠り続けていたのさ。聞こえてない。意識がないようだ。そうか。眠りの魔法をかけられたんだ。これでは起きないぞ。多分かけたのってロザベルだよ。お前たちの来る場所ではない。魂の秘宝がお前たちを結びつけているのなら、三人同時に死んだらどうなるのだろうな。三人同時に死んだらやり直しだよな。秘宝はやり直し、コンティニュー。何を企んでるか知らないけど、ただじゃ済まないわよ。お黙り愚か者。森がイザベルの力を奪うなどと思ってはいなかったのだ。だがその秘宝があればこの地に秩序を取り戻せる。急に話し出したな。それにはまずお前たち三人を消す必要がある。私の可愛いペットが相手だ。脈絡がねえな。ドラゴンかなですよね。動けるよ。これ幻影だ、ただの幻影。幻影あったやつ。けど俺は上に行ってこし、当たりはダメージ。心より愛を込めて。よし、炎で耐えれる。なんかよくわからんけど、水流したら大きくなったで。イヤリングを狙って。なんかすげえ近寄れるぞ。お、燃やされた。燃やされた。
燃やされては水を出せばもう一回あれ攻撃にならねえ。なんかダメージ入ってるね。基本は何かしらの謎解きでダメージを与えるらしいから。そう、おいで。ダメージなってね。壊れた。だ、時々ハンマーとかでもダメージなってる。ザコ来てるやつだ。燃えた。ガードできた。上の弾みたいなのもんなんだ。あれ回復やん。あれ回復か。とりあえず山になったらこれ。この上行っても回復するだけか。と思ったら裏から使ってる。ちゃんとバカーンで爆発したらダメージ。ハンマーか弓で行けるな。弓でずっと行ってるやろ。いいね。なんか降ってきた。槍が降ってきた。あ、死んだ。ほら、エイカーズ。やって、爆発、爆発。これが。よし、復活させに行くか。復活しよう。さんどうこの笛が邪魔しと。こやつの意志は私の意志。こやつの強さは私の強さ。うん、下で盾があれば怖くない。下の爆弾が爆発しやがる。いいね、ハンマーでも十分ダメージになる。あれ、何もしないのに終わった。やったぞ。あ、落ちた。あんなところ落ちた。ロザベルが落ちていった。眠り続ける姫君に絡まっていたツタは緩み始め、なんか絵が綺麗になったで。首が伸びた。何があったの。声が意外に可愛い。私、生きてるの。顔ごついのに。ロザベル、英雄たちが見たのは湖に沈んでいくロザベルの姿。そして迷わず湖に飛び込んだイザベルの姿。しばらくして妹は姉を抱えて戻ってきたのさ。助けてくださって感謝します。お会いできて光栄であります姫様。こんな状況でなければもっと喜べたんだが。ロザベル、いつも負けん気が強くて。必要なものはあるかしら。タオルとか。ロザベルの足からなんか白い液体がドローっとなったのが不気味なレンズ。やっぱり足長すぎやろこいつら。これゴムの汁かなんかやったから。魔法の鏡はもう一つもないぞ。その時トラインが現れ、洞窟に黄金の光が降り注いだのさ。光はどんどん強く暖かく、話が全く頭に入ってこい。見えない安らぎと癒しで皆を包み込んだ。そして洞窟から彼らの姿は消えた。用済みだって。そしてトラインはこの冒険で英雄たちが最初に出会った森まで3人を運んでくれたのさ。ここまでやったのに運んでくれるだけ。森も元に戻るだろう。どういうことなんだ。異変の原因はイザベルの魔法だ。彼女が解放されバランスを取り戻した。しまった、魔法の水を忘れた。ジャガイモを大きくしようと思ってたのに。はい、魔法の水ならここにあるわよ。ゾイヤ、やっぱりお主はいいやつだな。金貨5枚ね。何？王冠を手に入れたばかりではないか。素晴らしい冒険を終える前に思い出話をして夜を過ごす英雄たち。お姫様、ジエンドって書いてるね。ジエンドって書いてるけどまだいっぱい。そして素敵な冒険の物語はこれにておしまい。おしまい？まさか、びっくりさせてやる。ハーホーハーホー、ゴブリンが行く。